我が家に日常が戻ってきました。1ヶ月可愛いんですよ。生後3週間と2日かな、うん、1日かな、だって、ね、可愛いね。懐かしい。ひーちゃんのこともかんちゃんのこともぽんちゃんのことも思い出す。でも怖くてこうやってなんか抱っこするのも恐る恐るやったの。それはそうかもしれない、ね、全然余裕になった。あくびしてるわ。お腹空いてたのに、お腹空いて今まで泣いとったのに、スクワットしとったら泣かへんの。なんでやろうって思ったらスクワット好きやったんや。我が家に日常が戻ってきました。我が家に日常が、ね、お母がね、さっきね、あのね、歌歌ってたのよ。よく、もう一回歌歌って。小学校の小学生のひなこさんができることが増えたね。眩しい。すいません、ちょっと映りが良いかなと思って。押し入れで歌っている。部屋が散らかっているし、これはまあご愛嬌。いただきます。久しぶりの母もおるよ。みんなで手伝ってくれた。この子は食べる。おっぱいで飲む。おっぱい飲むで。おっぱい飲んで。おっぱい飲んで。アトル。アトル。アトル。いただきます。母ちゃん、ご飯はどうですか。おいしいです。姉ちゃんは。さすがお母の料理。姉ちゃんは美味しいですか。もちろん。黒くてね。美穂子は美味しいですか。うまい。うまいか。映えん感じなんで。うまい。はずです。お父はうまいですか。うまい。映えんけどな。食べてね、食べてね。みんな食べてね。今日は1ヶ月から。ゆっくりね。おお、ひやひや。どこどこ？そこやろ。ここ座る。ゆっくりね。はい、寝れますか？いいですね。はいはいはい。姉ちゃんが何でもやってくれるな。